大切な足も痛そう。なんかもう怖いですよね今から来る痛みを想像すると。ああ、これめっちゃ気持ちいいんですね。ヒールとか履くと大変ですかね。ヒールばっか履いてるとずっとこうだから、ね、こういう癖がついちゃうんだよね。多分ずっとそういう癖が、うん、だからこっちに曲がんないんです。そうですよね、痛いですね。でこう曲がんないとここが硬くなっちゃうから、はい、あ結構悪くなるんだよね。あー痛い、やばい。毎回本当にうるさくてすいません。うん、いや大丈夫ですよ。硬い筋みたいなのがあるんですか。ここね、うん、痛いです。そこ痛いです。この辺でしょ。これ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 痛い痛い痛い。あー痛い痛い痛い。はぁ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 。とてもいい動画だ。もう本当になんかもう外の中でも全身から汗が吹き出すみたいな。なんかもう本当に大げさとかじゃなくて、うん、ものすごく痛い。多分痛いと思う。俺も痛いと思う。やる。自分が地道に蓄積してきたものだから、うん、そうですよね。そうなんですよ、
何が悪いわけでもない。自分が食べた、うん、食べたものなんだ。老廃物が、うん、今のうち落としとかないと、いろんなものを年取ってくるとね、どん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 落ちなくなってくるからね、さらに。もっともっと大変なことになるよ。痛い。ああ。人間長生きしていくのに、ね、不健康だったらね、困っちゃうもんね。私も不健康すぎて長生きできないんじゃないかって自分で思ってますね。痛い痛い。多分40代ぐらいで人生を終えてしまう気がします。痛いよ。それじゃ半分じゃない。なんかもう体が本当におばあちゃんすぎて痛い、やばい、あー寝ちゃう。あー痛い。骨年齢も、うん、あの骨密度がすごくなさすぎて、もう階段から落ちただけで骨折するから気をつけてって本当にすごく言われてて、やばいじゃん。それが高校生の時ですね。それなんでもう食べ物食べても何おぎりなえないのみたいですね。カルボーン食べなきゃ。うん、骨もそうです、耳もそうです、目も最近老眼早いね。ですよね。あの近いものが見えない、見づらいですね。老眼だね。本当に最近。木の方が硬いな。痛い。なんかもう30になって一気に筋トレ行きたいみたいな。俺より一回りも下なのに。なんか精神年齢的にもなんか同じ年の子より年取ってるなって思うのに、さらに体も年取ってるんで、もうなんかおばあちゃんじゃん。本当におばあちゃんなんですよ。痛いよ。これでもう足腰立たなくなってきたらもう本格的に老化が早いんだけど。あとはなんか本当にアルツハイマー、本当に物忘れ。あ、それは俺もあるな。やることとか常にメモしとかないと忘れちゃうんで。俺も常に携帯に入れてあるもん、うん、やる順番とか、うん、こなさなきゃいけないことは。そこまで覚えてらんないなっていう。まあ自分で商売やってる人はでもやること多いからね、うん、考えることもあるし、自分が決めていかないと何も仕事にならないから、うん。やっぱり人の顔と名前を最近忘れることが多くて。それは多いな。誰だっけなみたいな。まあ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 、そこはしょうがない。痛い痛い痛い。ああ。ダメです、それダメですよ。痛い、絶対痛い。
やばしたい。ああ。もう今自分で分かりました、あそこ筋張ってるなみたいな。痛い。ああ。やばい。ゴリゴリ、あ、それダメなやつです。痛い。腰のやつですね、腰のとこ、すごいすごい。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、キャーキャー叫んだ。